宝斎の石踏み、こんな良い月を一人で見て寝る尾崎宝斎は、日本の廃人。騒音の小際ら聖泉水に支持。種と山頭からと並び、自由律俳句の最も著名な俳人の一人である。鳥取県鳥取市出身。東京帝国大学法学部を卒業後、東洋生命保険に就職し、大阪市店事長を務めるなど出世コースを進み。 豪奢な生活を送っていたエリートでありながら、突然それまでの生活を捨て、無所有を信条とする、一等園に住まい、俳句三昧の生活に入る。その後、寺男でここをしのぎながら、最後は、長動島の伊予寺で極貧の中、ただひたすら自然と一体となる、安住の日を待ちながら、俳句を作る人生を送った。癖のある性格から周囲とのトラブルも多く、その気ままな。 暮らしぶりから、今、一級と称された。その自由で力強い区は、高い評価を得ており、代表的な区に、席をしても一人などがある。終焉の地、小戸島に、尾崎放災記念館があり、隣接する最高寺奥の院に放災の墓がある。終焉の地、南郷安記号を含まず、五七五の提携に、縛られない、自由律俳句の代表的俳人として、 種田三等歌と並び称される。旅を続けて、句を読んだ道の三等歌に対し、放斎の作風は性の中に、無情感と快逆性、そして遮脱みに、裏打ちされた俳句を作った。性格は、変更的であり、自身が、東京帝国大学法学部を出ていながら、他の法学部卒業生を嫌うという矛盾した性格を、持つ。また酒を飲むとよく暴れ、周囲を困らせたという。 唯一の苦衆として、死後、小木原生鮮水編、大空、太空、が刊行された。法災の伝記的小説を書いた吉村明によると、正確に甘えたところがあり、酒がやめられず、勤務態度も気ままなため、会社を退職に追い込まれたという。妻に、一緒に死んでくれと頼んだこともあり、呆れた妻は、法災の元を去り、保険会社の寮母として、生涯を送った。 交際は、寺男などを転々とし、小さな与党海のある場所に住みたいという理由から、晩年の8ヶ月を、小豆島の最高寺奥の院で寺男として暮らしたが、島での評判は、極めて悪かった。吉村が1976年に、取材のため島を訪ねた時、地元の人たちから、なぜあんな人間を小説にするのかと言われたほどで、金の無心を忘る、主壁は、悪い。 東大でお花にかけるといった迷惑な人物で、もし今彼が生きていたら、自分なら絶対に付き合わないと吉村自身が語っている。それでも、島の祖宝家で廃人の井上十二と寺の住職らが支援し、近所の主婦が下の世話までして臨終まで見とった。吉村の小説、海も暮れきるは、海が好きだった宝塞にちなんで、宝塞の句、障子開けておく。 海も暮れきるから取ったもの、有名な句を一家にあげる。ありがとうございます。